エキシビションレースは確か無料開放されていたわね。ああ、そろそろ大詰めのはずだが。クライミングウォールか。楽しそうね。もう少し高さがあればいいのだけど。いやいや、十分高いだろ。お前の運動能力を基準に。
何？今まで積み重ねてきたものとこの勝利を捧げるよ。観客席の天使たちにね。やれやれ、マシンに乗ってる間はチャンピオンなんだよな。マリエルさんも頑張っているわね。わー、ファンも来てたの。ってあれ、こんにちは、ゆめちゃん。こんにちは。珍しい組み合わせで、ああちょっとした仕事でな。最後の方しか見られませんでしたが、すごいレースでしたね。マクシムのおじさんすごかったね。ビューンって超速かった。ま、レース今年は手強いライバル候補。そうね、今日みたいに妙に観客席を意識しすぎていると難しいかしら。手厳しいね。夢、本戦も見る。マクシムさんも100人。ここでスポンサーを代表してエルザイム広告、おめでとうございます。ルーガン選手、決勝でのご活躍光栄です。麗しのプリンセス、あのお姉ちゃん、お姫様なんだ。エルザイム皇太子。へえ、今回のレースに広告が出資してるの。ああ、妹君がいらっしゃる。これがまた王位継承予定ながら不甲斐。確かまだ17。チャンピオン、特にさ、あのパーフェクトドライバー。あ、ポーレットたち。いやー、演じたマックスさん。何でも全てのレース、映画産業と Z1 レースを進行する我が。こう長くなりそうだし、私たちはこの辺で失礼するわね。おう、夕方の仕込みもあんだろ。ねえママ、夢かちょっとだけよ。はい、お気をつけて。さてと。ええ、せっかくだし、マリ。ポーレットたちは？あれ？ああ、まさかお二人で観戦に来てたなんて思いませんでした。いろいろ当時でも、その前にお前さんが俗っぽいレースの政治記者志望とか言ってなかったか。その、今年からどんどん仕事の幅を広げていきたいなと思ってまして、あの人の背中に追いつくためにも、いつか乗り越えていくためにも、今はとにかく精進あるのみですから。すま、やりたいこと、せいぜいやるだけやってみるといい。私も応援しているわ、マリエルさん。同じく道半ばの身としてもね。はい、ありがとうございます。ところで、お二人が。そっちもスクープ。ああ、なんですけど、私